さん楽しかった。楽しかった。すごい大変です。面白い。面白かった。うん、思ってたより面白かった。ねえ。さて、ではね、次は占いに行きます。ね、占い。占いに行くんだけど、なんか晴れたんで、歩いていくか、歩いて20分くらいなんですか。いいですね。ちょっとご飯食べられるようなところだったら軽くご飯食べて、うん、良いですね。そうしましょう。おでこ。あの有料なんですけど、一応は特別に無料で。やばい。これは。ちょっとあの大変身のあの名残で。大丈夫。大丈夫。いいのか。大丈夫長いだこれ。これは大丈夫長い。熱い。晴れた。すげえ。投げ通りません。晴れた。どっちも合ってない。晴れたよ。ファミレスみたいな文化ってないんですかね。ファミレスないじゃないですか。牛丼屋さんとかもあるし、ミニバーとかあってもいい。ファミレスとかもあってもいいそうだけど、そもそも台湾でファミレスっていう文化もあるんですか。ブラック、グリーン、本当は黒いバンズと緑のバンズだ。すごい。すごい。ハッシュドポテトじゃん。あとでコーンスープ、今日本ないけどコーンスープある。好きだよな。好きだよな。なくなっちゃった。すごいじゃん。ちょっと朝食いたい。朝ブラック49元。てか朝食費我々ついてる。そうだよ、そのまま持ってけばいいんでしょ。毎日ついてる。毎朝マック食べ放題。あ、タピリタイ。タピリタイだったらここじゃないんですか。確かにタピリタイだけど。我慢しよう。タピリタイ。今すごくタピリタイ。タピリタイ。うん。禁断症状をみんなで始めた。そう。ここは何？あ、じゃあこれあれだよ、ケンタッキーの偽物ですよ。あ、本当だ。TKK だ。うまいらしいんだよ。ちょっと気になりますよね。ちょっと気になるけど。ちょっとメニューチラ見します。またメニューのチラ見。メニューチラ見。やばい。え、チキンでかない？あ、ちょっと気になる。ちょっと食いてえな。ちょっと食いたくない？寄ってみる？ハッシュポテト食べたいです。ああ、ちょっと行くって？はい。あ、そうしようか。じゃあちょっとだけそのまま買おうか。ハッシュポテトでよければ。分かった。これ、あ、これトウモロコシね。ああ、チキン食べたい。チキン食いたい。あれ、私もチキン買おうとしてるのは普通のケンタと一緒か。いや、ケンタにもっとチキンこの、そう、このでいや、え、マジでそれを食べようとしてるよ。これ食べようとしてる。これ、普通にチキン食っていい。普通にチキン食べたい。今、奥のやつを伊達ちゃんが食べようとしてて、そう、なんだろう、何だろう、この中身が何なんだろう。甘い。甘マッツみだから、クリームです。なるほど。じゃあ普通にでかいの食べる。でかいチキン。はい。でかいチキン。でかいチキンを食べます。さあ買いましたね。
気になるのは伊達さんの方です。これね、どっちに回っていただきます。いただきます。熱い？あ、めっちゃ熱いよ笑って何なの？なんか出てきた。あ、米だわ。米？あお米包んであんの？うまい。あ、おこわだ。あー、それはうめえ。うまいよ。さつまいもです。さつまいも。あ、さつまいもなんだ。さつまいも。へぇ、おいしい。甘い。甘い、うん、なんか、あんまり塩でやらないから、うん、ほんとなんか、スイートポテトをちょっと揚げた感じだ。あー、なるほどね。まあ、そんな中、私は普通の甘いめっちゃ好き、これ。おいしいよね。あれ、なんか味付け違うのかな。いただきます。あ、味付け違うかも。うんうん、どんな感じですか。まあ、あの、ケンタのようでケンタじゃないんだけど。うん、確かにケンタじゃなかった。ケンタじゃないんだよ。味が一緒だったら、それこそもうダメじゃない国境を越えて怒られますよ。なんかね、醤油っぽい。普通。美味しい。美味しい。美味しいだけ。ハッピー。ハッピー。ね、熱い。香ばしさはすげえ。全然違うわ。熱いよ。熱いよ。なんだろう。でもやっぱこれ美味しい。食べた。美味しい。なんかアジアのチキンって感じ。あ、そうそう。へえ。美味しい。あ、美味しい。うん。塩パンって日本語で書いてあるので。可愛い。パンか。これ龍じゃない。ナイス、早速うめえ。ん？前取り。しなかったよ。だって夜はしてもらったもん。あ、そっか、うん、今日からそうそうそう、今夜から本番の、はい、けど足の裏に化粧水とか毎日みんな塗ってんの？足の裏は塗らないです。塗らないよね。乾燥してないんで。本当に乾燥してない。乾燥の必要はないよ。え？